クです。ピピス、動画見てくださっていつも本当にありがとうございます。今日の動画はなんと7月に本気で買ってよかった今月のお気に入りやっていきたいと思います。もう最初に言っちゃいます、めちゃくちゃにいい商品です。もう本当に今月マジでこれ買ってよかったし、これしか使ってないんじゃないかっていうものを厳選して7点持ってまいりました。美容アイテムとかコスメとか含めて8月に絶対これマジで買い足してみんなっていうアイテムたちをちょっと良さを語らせていただこうと思います。ぜひお買い物の参考にしていただけるとすごく嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。はい、ということで早速やっていきたいんですけれども、やばくないみんな、もう7月終わるで、早すぎ、やばいね、来週から8月だよみんな、もっと暑くなる、やばいよ。ということでやっていきたいと思うんですけど、まず一つ目はこれは久々に飲んでやっぱめっちゃいいって感動したんですけど、こちら大人のカロリミットなんですけど、これね今飲んでたやつでちょっと開封してて、こっち新しいのなんだけど、私多分もう5年前ぐらいかな、結構ずっとカロリミットユーザーで、普通のカロリミットも大人のカロリミットもどちらもずっと飲んでたんですよ。で最近あんまり飲んでなくって、なんか結構いろんなサプリを試してたので、これがいいなって思う前にずっと飲んでたサプリがこちら。これが韓国のオリーブヤングで購入したサプリなんだけど、これが前の韓国行った時に飲んだらすごくお通じが良くなったなっていう感じがして、プラスでオリーブヤングで買ってきたんですよ。だから2箱目になるんですけど、ずっとこれを飲んでたからカロリミット飲んでなくて、なんか韓国のやつって効くんちゃうかなみたいな思って、なんかそういうダイエット系とかのサプリや韓国系のめっちゃ飲んでたんですけど、久々に大人のカロリミット飲んだらやばい。1日3回食前に飲むんですけど、カロリミットってご飯をなんかいっぱい食べるって時に、いっぱい食べる君が好きってさ CM 言ってたじゃん。だからそういう時に飲むんだろうなと思って、今までそういう、まあ、軽い知識で飲んでたんですけど、久々に飲んでみたらマジいつぶりか分かんないぶりぐらいに朝お通じが2回も出た。2回だよこれ。飲んだらやばい、2回も出たし、食事の糖や脂肪の吸収を抑えてくれます。で大人のカロリミットはさらにプラスで脂肪の代謝をなんか良くしますみたいなやつがあるんだけど、普通に飲んでてさ脂肪燃えてるぞとかさ糖の吸収が抑えられてるぞとか、ちょっと正直わからないじゃないですか。でも私は普通に即効性って感じたのはお通じだったから、そっち系の成分が入ってんのかわかんないんだけど、マジでこれ飲んだらねお通じが私はすごく良くなったので、久々に飲んでマジで良かったから、ちょっと本当に買いだめしようかなと思いました。手軽にねドンキとかさドラッグストアとかコンビニとかでもさ買えると思うから、とみんなマジで試してみてほしい、超良かったです。次でお次はこちらです。じゃあイニスフリーのレチノールでございます。これもネットで話題になってたからちょっと気になって買ってみたんですけど、私あのレチノールって肌がちょっとなんか敏感な方とかは赤くなったりとかすごいするっていうのを聞いてて、レチノールってもの自体に対してちょっとなんか怖いなって思ってた点があったんだけど、ネットでこのイニスフリーのレチノールは割とお肌に優しくて毎日使いできるぐらいいいよっていう風に書いてあったから買ってみたんだけど、これはマジで超全然お肌ヒリヒリしないし、塗った次の日に触り心地がつるんとしていて、お肌がちょっとむき卵みたいなつるんとした卵っぽい肌になるの。なんかスベスベとか毛穴がとかじゃなくて全体的にチュルッとするんですよ。で私これ毎日夜使ってるんだけど、使うと使わないで次の日の朝のお肌の卵具合が違うって感じです。で私はだいたい2プッシュか3プッシュ使ってるんだけど、ちょっと本当の適量はわからない、私はもう自分の顔のデカさの感覚で使ってるんだけど、本当にヒリヒリもしないし、全然そのレチノール特有のなんか肌がちょっと痛く敏感になるみたいなのは全くなかったけど、使った次の日の肌の調子がもう確実に違った、うん、分かりやすく違ったので、ちょっとマジでこういう肌活というかつるっとした卵肌にしたい子におすすめです。これは個人的に肌荒れとかニキビとかに効くかって言われたら、そっちより私はベースのちょっと改善されてる肌をさらにめちゃくちゃ良くするっていう感じがしました。まあ私肌荒れについての動画ねこんな感じで出してるんですけど、肌荒れが気になる方はこの動画を見てほしい、うん、もしかしたら世の中的には肌荒れに一番効くって言われてるのかもしれないんですけど、私は肌荒れっていうよりかは基礎の肌のクオリティをめちゃくちゃ上げてくれるっていう感じがしましたね、うん、めっちゃ良かった。これ使い切ったらもう一つ買おうと思ってます。おすすめです。次
次はこれかな。じゃーん、ジョンセンムルのエッセンシャルムールクリームライトっていうね、下地なんですけど、これ久々に下地で感動して、私ジョンセンムルって昔からクッションファンデが大好きでずっと使ってるんですけど、下地を使ったことなくって、で元々気になってた下地がこれ、この5色ぐらいあるなんかグリーンとかいろいろカラーもあって、ベースの普通のねベージュのカラーもあってっていう、結構ネットで話題になってたこの下地が気になって行ったんですけど、オリーブヤングに。でもオリーブヤングのジョンセンムルコーナーにジョンセンムル先生が、うちはこれがめっちゃおすすめやでっていうの書いてて、あ、これがおすすめなんやみたいな、絶対これは必須でマストだよみたいなことを書いてあったから、まあ、ジョンセンムル先生が言うんやったら買ってみようかなと思って、でその5色とかある下地はなんか結構重めだったというか、まあ、これだけで割とカバーできますよ系だったんですよ。なんかそうじゃなくって今使ってるベースメイクにプラスワンしたいなと思ってたから、これ買ってみたんだけど、めっちゃよくて、色とかついてるタイプではなくって、本当に透明のベースの下地中の下地っていう感じで、テクスチャーもすごくみずみずしくって、保湿されてツヤ感を与えてくれるような下地なんですけど、こんな感じ、ビフォーアフター、これ塗ると本当にメイク持ちがめちゃくちゃ変わります。で次塗る下地とファンデーションのメイクのりもめちゃくちゃ変わります。もうね、とにかく本当に肌がもちっと保湿されて自然なツヤ感をもともとこう与えてくれるような下地なんですけど、どんな下地とかどんなファンデーションと相性が抜群。これ塗ると他のベースメイクがピタッと密着してくれて、本当にベースメイクのクオリティをグッと上げてくれるようなアイテムなの で乾燥肌の方とかにもすごくおすすめ。めちゃくちゃ保湿されます。でもベタベタする保湿の感じじゃなくって、こうスキンケアのクリームを塗りたくって重めの保湿されてる感じっていうよりかは、結構ねテクスチャーはサラッとしているので、サラッとするのにすごく保湿されて、でメイクのりも良くなるっていう、もう画期的なアイテム。これも私一つ使い切ったらもう一回買おうかなと思ってるぐらい超良かったから、マジでおすすめ。ちょっとベースメイク難民とかメイク崩れする難民とかは本当に試してみてほしいです。次、お次はですね、じゃーん、こちらのペリペラのリップでございます。私は02番を使ってるんですけど、これは今月の中旬ぐらいにアップしたピーチメイクっていう動画で使ってるアイテムなんだけど、もうこのねペリペラのリップって本当にすごくて、めちゃくちゃプルプルにうるうるにしてくれるのに、色残りもすごくして、で全然荒れないんですよ。で私このペリペラのリップ好きすぎて、なんと5本も買ってるの。一気にオリーブヤングでも欲しい色全部買いまくって、てか多分ねあと2色ぐらいあるんですけど、多分カバンの中に入ってるんですよ。だからちょっと今手元にないんだけど、実際7色ぐらい買ってて、それぐらい超よくって、私のお気に入りの02番は手に出してみるとこんな感じで、本当にね結構夏っぽいオレンジベースのピーチオレンジピンクみたいな感じなんですけど、結構ねこれ色味が明るめなんですけど、塗っているとすごい馴染むし、夏っぽさを出してくれるようなオレンジのカラーになってます。こんな感じ、グロスとかなしでマジでこれ1本で高発色でグロスいらずの唇が作れるので、ちょっとねリップ難民とか騙されたと思って使ってみてほしい。他の色もめちゃくちゃ可愛かったです。でもやっぱ全部使った中で今年の夏っぽい、なんか2023年の夏のトレンドっぽいのはこのシリーズ、これの02番でした。うん、他の買った色は結構ヌーディーなねカラーが多かったです。なんかこういうちょっと馴染みやすいようなピンクっぽいカラーとかも多かったんですけど、私は割とこれぐらいパキッとしてる方が今年の夏はトレンドっぽいと思うので、02番がおすすめです。マジで最近毎日ずっとこれです。一回見せておこう、可愛くない？みんな目代わりとかで買うのがいいと思うよ。次、お次はまあこれだね、これです。じゃーん、デイジークのこちらの新作のチークの09番でございます。もうこれもマジでめっちゃ可愛い。デイジークのチークってすごくバズってるし、みんないいっていうの知ってると思うんですけど、これデイジークから新作で出たチークなんですよ。もともとの展開されてた正方形正方形っていう四角になってるこのチークがすごくデイジークの中で一番売れたチークだと思うんですけど、それの多分最新バージョンが出てて、これのねここの色がめちゃくちゃ可愛い。超今年の夏ピーチっぽい感じのカラーなので、で私はこの下の2個がめちゃくちゃ好きで使ってるんですけど、上の2個もめちゃくちゃ可愛くて、どっちかというと下の2個はピーチピンクメイクがしたい時、上の2個は白身青身の韓国っぽいメイクがしたい時。なんかさ、白身青身のメイクってさ流行ったじゃないですか。私も前にいちごミルクメイクってこんな感じで出してるんですけど、その白身がかった韓国女子っぽい感じのメイクがしたい時はこの上が可愛い。でこの上の2色は青身白身っぽいんだけど、青身白身すぎないというか、割とイーヴさんでも馴染むけど
をちょっと青みっぽいメイクがしたいなっていう時にすごく使えるカラーになってます。だから私もともとこれ購入した時は上の2色使ってたの。上の2色を使ってフルメイクしてたんだけど、そこからちょっとピーチっぽいカラーが気分だなと思ってきて下の2色を使うようになりました。だからちょっとチーク難民の方とか、今年の夏っぽいトレンドっぽいメイクしたいよって方とかは本当にこれおすすめで、私はこれシャドウとチークどちらも使ってます。もうここ2色同じだから、このチークだけでメイクをしてるの でちなみにこのメイクはフルで動画出してるので、このねピーチピンクメイクって動画出してるので、よかったらこちら見てみてください。概要欄に貼っておきます。マジで可愛い。次で、お次はですねこちらです。じゃん、バニラコのクッションファンデの21番のねローズってカラーなんですけど、久々に超いいってものに出会ったんですよ。本当に崩れにくいし、カバー力もあるのに割と薄付きに見えて、で毛穴落ちもねすごい綺麗に落ちてくれるんですよ。時間経った時のこの鼻周りの崩れ具合がすごく綺麗だなっていうのと、崩れ方がね私が大好きなこのサンローランのクッションファンデに似てました。ただこの2つの決定的な違いはツヤ感です。私はツヤツヤな肌が大好きなので、このサンローランのツヤ感がしっかり出てくれるけど出すぎないっていう質感が大好きなんですけど、バニラコはもうちょっとセミマットです。まあセミマット、お気持ちマット気味って感じなので、マットっぽいちょっと韓国っぽいそのマット肌が好きな方はこっちがいいと思う。でもめっちゃマットとかじゃないですよ。やっぱツヤツヤすぎると崩れやすさは出やすいかなと思うので、私はこの夏ちょっと崩れにくさを重点的に置いたメイクしたい時にこのバニラコを使いたいなと思いました。本当にカバー力もすごいあるし、マジで厚塗り感出ないし、本当にね崩れがとにかく綺麗だったので、久々にいいクッションファンデに出会いましたね。色味はねこんな感じです。私最近さ沖縄行って日焼けしてさ、色味あれなんですけど、私はこのローズって色味がすごく自分の肌に合ってました。21ローズが良かったです。ちょっとこれもクッションファンデ難民の方使ってみてほしい。あとあの私の会社の社員のね安藤っていう子がシピシピとこのバニラコを半々で使っていちいちどっちがどうなるかっていうのを検証したんですよ。崩れやすさとかで、シピシピがめちゃくちゃバズってるからどうだろうってやってみたら、その安藤的にはバニラコの方が良かったらしい。多分好みだと思うんだけど、安藤的にはなんかバニラコの方がちょっとナチュラルなカバー力で良かったって言ってた。私シピシピ使ったことないんだけど、ちょっと使ってみたいなと思ってるので今度私も検証してみようかなと思います。でマジで超おすすめです。早い、ブーの毛が顔についてかゆい。あ、そうだ、今日めっちゃ久しぶりにねロアのねハグミベージュつけたんだけど、久々つけたらこの色味の感じめちゃくちゃ可愛くて、結構ラガンっぽいカラコンにずっとハマってて、ミスイブラウンばっかつけてたんですけど、ちょっと透明感のある発色というか、ちょっと縁ね濃いめに作ってるので、このピーチメイクにカラコンだけクリッとちょっと透明感のある系のベージュ系のカラコンつけて黒っぽいお洋服着たりとかってするこのバランスが最近好きで、ちょっとハグミベージュよくつけてます。可愛くない？やっぱさカラコンがしっかりしてると漏れるよね。うん、ナチュラル系もいいけど、ハグミーベージュはこう直径がね割と小さめになってるんですけど、色味の発色がすごく綺麗になってるので最近結構気分かも。でラストなんですけど、最後はこちらです。これもめっちゃ良かったんですよ。じゃあアスタリフトのホワイトジェリーアクタリスタジェリー状美白専攻美容液、これがめっちゃ高いんだけどめっちゃ強かったの。なんかね質感がこう超プルプルの、見えるかな、超プルプルの質感で、先行美容液だからスキンケアの前に一番最初に塗るタイプなんだけど、オレンジのジェリー状で塗るとこんな感じで馴染んでくれるんだけど、で結構オレンジなの、わかるかな、結構色味オレンジになってない。これを塗ってから他のスキンケアすると浸透率が全然違うし、肌の張りとかもちっと感とかが全然違うの。他のスキンケアを塗っていつもならちょっと立たなきゃ浸透しないんだけど、割とちょっとすぐ立ったらもう入り込んでんの。え、早っみたいな、こんなすぐ入るんやみたいな感じで感動して、それを毎日毎日継続的に続けてたら、やっぱお肌のベースの質みたいなのがちょっと良くなった感じがして、毛穴とか張りとかなんかすごいクオリティが上がった感じがしたので、やっぱ高いだけあるわって思いました。めちゃくちゃ高いんだけど、本当にこれを一番最初に洗顔後お風呂上がってから一番最初に塗って、他のスキンケアのこう効果を高めるって意味でもすごくおすすめです。はい、ということで7月のお気に入りだったんですけれども、いかがでしたでしょうか。ちょっと最近こういうね今月のお気に入り系全然やってなかったので、私でも毎月結構めちゃくちゃいろいろ買ってて本当にいいなって思うものリアルにあるので、ちょっとこれからは定番の企画として毎月月末にこれから絶対やろうかなと思うので、また来月のね8月の今月のお気に入りもぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで本日見てくれてありがとうございました。まだチャンネル登録していないよって方はぜひチャンネル登録ボタンもポチッとお願いします。
願いいたします。インスタグラムやツイッターもやってるのでぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いします。バイバーイ。ピーピーしちゃん、おわきもちです。見てくれてありがとうございました。かゆすぎ、やばいやばいやばい、めっちゃ耐えてた今、めっちゃかゆい、やばいやばいやばい、ブーの毛がかゆすぎる。ということで見てくれてありがとうございました。皆さん今月のね、お気に入りマジでどうでしたか？ちょっと本当にいいアイテムばかり揃ったと思うんですけど、私的に本当におすすめなアイテムばかりだったんだけど、ちょっとリアルにね、良すぎるものを紹介すぎたと思う。てかこの企画ほんとちょっとね、今後定番化したいな。なんか今月のお気に入り、毎月毎月全然できてなかったからさ、ちょっと。しかもなんか、毎月私めっちゃ買ってるのに、それを紹介しきれてないのが、もどかしいなと思ってきたから、ちょっとこれからは定番化したいと思います。ということで、本日見てくれてありがとう。バイバイ。から来月さ、8月なのやばいよね、みんな。はいよ。夏が終わったらもう秋が来てさ。で、9月終わるじゃん。で、気づいたら10月じゃん。え、やばい、今年あと3ヶ月ってなるじゃん。で、12月じゃん。え、やばい、今年終わるってなるじゃん。え、年明けたってなるじゃん。やばい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 、寒い寒いって言ってたらさ、やばいよ、春来てさ、私もう次28歳、やばい、早い。早すぎる。マジで早いよね。みんな後悔ない人生生きようね。楽しく、幸せに生きようね。じゃあね、コメント楽しみに待ってます。じゃあね。